持ち悪い、つぶってんじゃねえよ。翔也ってやつに近づかない方がいいぜ。あいつ、いじめっ子だから。自分が犯した罪はそっくりそのまま自分に跳ね返る。その罪を背負い罰を受ける必要のある人間だと思いし、俺と西宮友達に